空寺。今日は誠におめでたい諸君の卒業式であります。このめでたき日の前夜、すなわち昨晩、本校大校と並びにそれに付随する校舎4棟が突然の火災によって焼失いたすという突発事件がありましたため、やむを得ぬ校庭において卒業の挙式を行うことになったのであります。しかも今夜より雨も降り出し、卒業生諸君並びに大賓の皆々様に心ならずもご迷惑をかける事態となったのでありますが、昨今のごとき雨あり風あり嵐ある社会に巣立って行かれる諸君にとって、本日ほどふさわしい祝典はまたとないであろうと考えます。帰り見はするに4年前、諸君が我が平和大学に入学されたその日より、今日の日を迎えるまでの諸君自身の永遠たる努力と勤勉と忍耐とは並々ならぬものがあったに違いないと思います。しかし諸君の努力だけで諸君の今日があり得たものではなく、諸君の知り、また知らざる多くの人々の愛と行為によって諸君は今日まで学ぶことを得たのであります。それらの多くの人々に感謝しなければなりますまい。諸君はここに独立されたのであります。独立は必ずしも安易な生活を保障しない。しかし独立は愉快なものである。貧しくとも自由人であることが人間として偉人に値する生活であります。銭が入らないの。まだ入らない。傘を閉じてください。傘を閉じてください。どうした？風邪をひいたんだろ。無理ないよ。違う、ビールが歯に染みたんだ。また虫歯が起こってきやがった。無理すんなよ。卒業式の祝杯だもん、飲まんわけにはいかんさ。
いいなあ、諸井さん。いよいよ社会人ですね。ね、諸井さん、くどいようだけど本当に関係なしでラクダビール株式会社に入社できたんですか？当たり前さ。諸井さん、ずいぶん勉強したからな。やっぱり一流大学に入ってくもんですね。僕の大学なんか三流でしょ。来年卒業するのに全く安泰たるもんですよ。どこかへ収まるさ。大丈夫だよ。どこの会社へ入ったってサラリーマンの前途なんて安泰たるもんだよ。諸井さん、学生服不要でしょ。僕に譲ってください。ズボンは通勤用に使うんだ。上着だけでもいいです。いくら出す？古着屋だと250円で買うそうですね。古着屋だと500円で売ってるね。350円でどう？400円。いいです。あ、小田原のお父さんから手紙が来てましたよ。読んだ。すまんけど、その氷と布団包みね、落ち着くところが決まったら知らせるから送ってください。もう行くんですか？5時まで会社へ集合しなきゃいけないんだ。明日から4日間社員としての講習を受けて、すぐ認知出発するそうだ。まだ早いじゃないの。5時までに片付けなくちゃならない要件があるから。やっぱり張り切ってるよ、諸井さん。ねえ君、日本にはね、我々が希望を持って座れるような座席なんかどこにも空いてやしない。だからといってうろうろしてちゃ満員電車にはなおのこと乗れやしない。わけもなく張り切らなくちゃダメなようにできてんのさ。あ、その七輪と鍋とやかんね、君と割り勘で買ったけど僕は必要ないから君使えよ。そう、すまないね。じゃあ元気でな。いや、おい諸井さん、これ卒業証書じゃないの？まだいる。僕は昼飯も食わないでやってるんですよ。早く入ってください。早く入ってください。健康保険料に安い料金しか取らないから流行りすぎるんですよ。うるさい。健康保険にならなきゃ客は来ないんだ。忙しいばっかして嫉妬も儲かんない。バカ、客が来なければやっていけないじゃないか。痛いですか？響きますか？痛いですか？どうなんです？あ。僕があなたとの交際をこれっきりにしようというのは感情問題じゃないんです。今日から僕も新しい生活に飛び込むわけだから、学生時代の生活感情をそのまま引きずっていきたくないんだ。気持ちの上での引っ掛かりをなくしてすっきりしたいんです。それだけです。わかりましたわ。でもこれっきりで全然他人になってしまうなんて。せめてお茶でもご一緒に飲んでお別れしたいわ。
僕もそのつもりだったんだけど、時間がなくなっちゃってね。あのね、会社員になれば学生時代のようにのんきに遊んでられないと思うんだ。そんなことないわ。怒っちゃ困るよ。時間があれば一応説明できるんだが、それがね。僕はね、今までの生活を一応清算して新しくスタートしたいと思ってるだけで、別に君が嫌いになったわけじゃないんだよ。それならいいの。そうね、そういう気持ちってわかるわ。じゃあご縁があったらまたね。わざわざご挨拶に来ていただいて恐れ入りました。息子よ、めでたいお前の卒業式に参列できなくてわしは大変残念だ。市会議員をしているとむやみに忙しくて、本職の時計屋の仕事でさえ落ち着いてできるのは困ったものだ。息子よ、お前もいよいよ社会の一員です。わしはお前が今後も独立独歩で頑張ることを信じている。暇があったら小田原へ戻ってきてくれ。モローちゃん、何してるの？いや、イキさん、そうだ、君がいたことを忘れてた。イキさん、卒業式でした？当たり前よ、自分の卒業式だもの。気がつかなかった。あのね、僕たちずいぶん仲良くしてきたけど、新しい生活に出発するわけだから、今までの関係は一応水に流した方がいいと思ってね。私もそう思うわ。わずかばかりの恋愛感情をいつまでも引き伸ばしていじくり回すのはかえって不潔ね。過去の生活感情を新しい生活へ持ち込みたくないわ。お茶でも飲んで別れるといいんだが。時間がないわ。どっか行くの？上の88時の汽車で私の就職先の岩手県の一ノ関出発よ。高等学校の先生、国文科でしょうがないわ。東京近辺勤めたかったけど、とてもダメね。女は損よ。男だって同じだよ。僕も関西やられちまうんだ。尼崎って大阪の少し向こうだってさ。ビール会社でしょ。羨ましいわ。今日出発？いや、東京本社でしばらく社員としての講習を受けてからね。社員としての講習、へえ。何すんの？知らない。バス来たわ。乗るわ。西と東に分かれるってわけね。じゃあ、さよなら。さよなら。
行くぜ。社長だ。おはようございます。毎年のことながら新規採用社員教育の講習の第一日目は社長に特別に早起きをお願いするので申し訳なく思っております。重役方もごちごちを恐れられますからちょっと見てまいります。用事があるから来てもらったんだ。はこれは何です。新規採用者の事例でございます。事例が10枚あるのはどうしたわけだ。本年度は採用人員が3名だから一般より2名、あとの1名が変更関係者ということになっていたはずじゃないかね。もちろん社長からお話しになりました方は採用いたしてございます。だからそれで3名だ。あとの7名はそれぞれ重役からお話しになりました方で。常日入社は断ってしまいなさい。援護関係者を採用するのは僕は本質的に反対なんだ。大抵の場合つまらんやつが多い。徳川常務取締りからご依頼を受けましたのは国銀総裁のおいでいらっしゃいます。豊臣常務取締りのは細野大臣のご親戚でして、伊達取締りのは幕臣党宿長の援護者、上杉重役のは北海道の大印、武田重役のは海運関係、明智重役のは例の磯部大吉の奥さんのご親戚です。和田重役のはご子息でいらっしゃいます。我が社としてはどの口もお断りできる立場でございます。先週の月曜日に社長ご採決の印もいただいてございます。僕が採決した。君はバカだ。あの時にこんな大切な書類の採決を僕にさせるなんて。あの日はコカピーの輸入並びに国内製造販売の権利を我が社に独占しようと思って僕は飛び回ってたんだ。幸い昨年度は10人の決意がございましたから10人採用いたしましても部署はありません。減らすんだよ。君社員を減らしたいんだよ。ビール自体の生産消費高は国内では一応飽和状態になっている。だから製品の種目を増すこと、人員を整理すること、これが今の当社の方針だね。外国では新しいオートメーションの機械もできている。これを購入すれば人間はますますいらなくなる。ところが一方では労働組合が学者反対と来る。僕は板挟みだ。社長君は諸君、まずおめでとうと言わせていただく。諸君は厳正なる入社試験の結果、我が大日本ラクダビール株式会社社員に選ばれた優秀な方々です。我が社は明治10年創業以来、信用ある伝統と優れた品質を誇るラクダビール、ラクダサイダー、ラクダジュースの製造販売をもって司会に君臨しているのです。我が社はまた超近代的設備と日進月歩研究を怠らぬ技術と誠実なる営業方針をもって常に需要者に応えているものです。諸君はこの AR 企業の一員となられたわけであります。会社にとって一番大切なことは諸君が一日も早く完全なる我が社の社員になられることであります。私は諸君の優れた頭脳が優れた手腕がますます我が社の実績を目指せることを願うものであります。君は終わります。これから講習に入ります。どうぞお書きください。日程はすでに係員がお手元に渡したパンフレットに記入してある通りですが、本日は総務部長すなわち私が当社の労働条件就業規則入社手続きの指示その他の概略と会社の遠隔と日本ビール産業発達の概観総務部関係事項を説明します。午後は工場見学の時工場長からビール工場の作業内容について話があります。明日すなわち2日目はビール原料に関する事項、皆さんどんどん納された方がよろしい。ビール製造工程の第2段階は仕込み工程となる。乾燥させた麦芽から地理を除き粉砕し、透過層において加温透過を行い、透過終了したもろみをマッシュフィルターにより透明バブジーを作る。図によるこの部分です。これを煮沸釜に移し、いよいよホップを投入するわけだ。営業部の機構と所轄事項の次は販売機構と販売網、販売量の変遷と現況を述べます。昨年のビール生産高は95万4896石で、前年の93万6023石にしますと 3% 弱の増加でありますが、大正元年を指数100とすると20倍以上になってるわけで、昭和28年の81万2233石。休日は日曜日、国民祝日、
メーデー、12月31日、1月2日、1月3日です。有給休暇は勤続年数1年未満は勤続日数1ヶ月につき1日。1年以上7年未満は12日。7年以上13日と、以下1年増えるごとに1日加えます。なお、勤続月数の端数は切り上げ、勤続年数の端数は切り捨てです。特別有給休暇の第1は実用父母、配偶者または実用子の死亡したとき7日間。第2、祖父母、兄弟、姉妹、配偶者の実用父母、または実用子の配偶者が死亡したとき7日間。学校よりひでえな。毎日毎日月収に落ちさせられて。第3、配偶者の本社勤務4名以外の尼崎工場1名、門司工場3名、札幌工場2名、都合6名の方々には任地までの記者の三等切符を支給しました。これで4日間にわたる講習も無事完了いたしました。今夜はビールを支給しますから、宿舎でゆっくり休養されることを望みます。君と僕以外全部変更入社らしいね。みんな重役連とごま戦いっちまってんですよ。こっちは札幌組んだりまで、明日はお立ちだ。ねえ、一人でビールを飲むのはつまらんな。君行けるんでしょ。無理して飲みませんか。ダメです。卒業式にビールで乾杯して以来虫歯がぐずつき出しちゃって。卒業式か。卒業、就職、わずかばかりの昇給、定年、それでおしまいか。何がです。サラリーマン生活がですよ。それがどうしたんです。他に何があると思ってんだ君は。あらしないさ。そんなことお互いに分かってるんじゃないですか。たとえ縁故関係で入社できた人間がいたとしても、奴らの運命だって僕と大して違うんでしょ。部長まで行けたら同じ、せいぜい課長止まりに決まってる。わずかばかりの退職金で会社から放り出されるというのは、現実の社会では55歳で飢えるということなんだ。現在僕は23歳。55歳まで32年間順調に勤めるとして、年1回の昇給と年2回のボーナスを加算した32年間の本給の合計は2757万1168円。退職金は188万円、総合計2945万1168円の収入があるわけです。へえ、そんなにね。すごいな。税金、主事の保険料、僕並びに未来の僕の家族たちの生活費を差し引くことになるから、毎月確実に収入の5分を貯金できるとしても32年間で90万、税引きの退職金を合わせてトータル190万の現金が残ればいい方だ。なんだ、たった190万か。最もいい方でだ。一生働いて190万か。わびしいな。サラリーマンなんて味気ないもんさ。覚悟の上ですよ。
今のは大阪行きの特急です。民をあれに乗って行ってしまいました。一目でも見送ってやりたかったのに。やめなさい。朝から下りの汽車が通るたびに同じことを言う。民王からのハガキには26日に任地に向かう予定と書いてあっただけだ。今日は26日です。予定はあくまで予定だ。会社の都合でどう変わってるか分かりません。一日ぐらいうちに帰ってくる暇もないんですかね。わしは民王が赤ん坊の時からあれに独立の精神を教え続けてきた。民王は独力で東京一番の大学に入り、独力で一流会社の社員になったじゃないか。民王はお前が思っている立派な男子に成長しておる。わしたちはそれを祝ってやるだけでよろしい。だからせめてお祝いのお赤飯だけでも汽車の窓から渡してやりたいと思って、プラットホームに立っててやればよかった。バカ言いなさい。どの汽車だか分かりもしないのに一日中駅に立っておられますか。今度の下り列車は博多行き、小田原着3時20分。民生はこれに乗ってるのかもしれませんよ。きっとこれですね。お待たせしました。大体ね、一月前に分解掃除してあげた時計が来るはずはないです。一度私の手にかかった時計は絶対に正確なはずなんだから。わしは小田原に店を持って30年、腕だけを自慢にしてきた人間ですよ。誰がこの時計が狂っているというんですか。それは役所の時計と合わせても見ましたしね。ああ、役所の時計はダメダメ。わしは市会議員をしてますから40役所へ行くが、今日も3時半に行きますがね、役所の時計が正確だったら試しがない。困ったもんです。正確に秩序を正しく、これが大切なことです。役所のみならず、これは日本全体のことなんですよ。それにラジオの時報にも合わせてみましたし。ラジオは便利なもんです。しかしあまりにも文明の力に頼りすぎるのが日本人の欠陥ですよ。文明文化も結構だが、まず自分に自信を持つことが大切なことだ。自分の腕時計に信頼すること、独立の精神、独立独歩。
君、どっか故障でもあるんですか？は？僕ですか？大丈夫ですよ。じゃあどうして仕事しないんですか？仕事はもう全部やってしまいました。困るな君。午前8時のサイレンが鳴ってからまだ10分しか経っていないんだよ。一日の仕事の量は決まっているんだからね。それを規則正しく5時までやることが大切なんだ。君だけは能率を上げたんでは会社の合理的運営がスムーズに運行しなくなるからね。注意してください。はあ？1枚が2分4秒。どうかなすったんですか？何ですか？どっか具合が悪いのですか？何ですか？聞こえないんですか？歯が痛いんですね。聞こえないんだ、バカ野郎！何のご用ですか？歯がお痛みなのですかと聞いたのです。いいえ。どっか他の痛みだったんですか？歯が痛かったのです。だからそう聞いたんです。だから今は治ったと言ってるのです。僕の友達で歯医者のために発狂した人がいました。工場内の医務室には歯科医もいますから念のために申し上げておきます。痛いんですか？ええ。これも痛くない。これも痛くないんでしょ？どこも悪くありませんよ。痛むんですか本当に？何怒ってんです歯医者さん。
卒業式にビールを飲んだら虫歯に染みたんで東京で治療を受けたそうです。ほら、セメが詰めてあるでしょ。あとは全部きれいな歯なんです。それなのに工場に入ると痛くなるんだって。違いますよ。機械が動き出すと痛んで、機械が止まると痛みも止まるんです。機械じゃないね、音でしょ。音、まれにそういう人が、この工場の機械の音すごいだろ。それでやられるんだよ。別に歯でなくてもいいんだ。たまたま君の場合にはそれが歯に来てるってわけだがね。まあ現在の医学ではどうしようもなかろうね。音に慣れてくれば治りますよね。いやダメだ、絶対に治るまいよ。僕と別れてあなたが寂しがってらっしゃるのではないかと心配しています。僕の周囲のサラリーマンたちは全く無気力な生活を繰り返していますが、僕は実社会の真ん中で毎日張り切っています。僕と別れてあなたが寂しがっていらっしゃるのではないかと心配しています。僕の周囲のサラリーマンたちは全く無気力な生活を繰り返していますが、僕は実社会の真ん中で毎日張り切っています。僕と別れてあなたが寂しがっていらっしゃるのではないかと心配しています。僕の周囲のサラリーマンたちは全く無気力な生活を繰り返していますが、僕は実社会の真ん中で毎日張り切っています。今日は日曜だ。あなたの独り言は聞こえたもんだから。話し相手のない寂しい境遇の時は誰でも独り言を言うようになりますね。僕は寂しくないですよ。お出かけですか。じゃあいいんです。どうぞお入りください。約束がたくさんあるんですがね、前にすっぽかしたって平気です。甘いものを少し用意しましたから、もしお暇だったら僕の部屋へお誘いしようと思ったもので。はっ。この部屋には家庭的な雰囲気がありますね。独身寮は都会殺風景になりやすいので、僕は勤めて柔らかい雰囲気の中に住むようにしています。皆さん時々僕の部屋にいらして甘いものなどをつまんでくつろいでくださいます。あなたももっと以前にお誘いしようと思ったんですが、なんだか遠慮しましたね。僕遠慮？僕に？怖いとでも言いましょうか。怖い？どうして？大学での方は考えすぎる方が時々ありましてね。何しろサラリーマンの生活は張り合いのないもんですから。僕は平気ですよ、そんなこと。理想のある方が自殺するのも無理ないのです。自殺？誰が？大学での方ですよ。いつ？毎日毎日同じ仕事を繰り返してるのが耐えられなかったんじゃないかと思うんですよ。大変頭の良さそうな方でしたから。この建物の屋上から飛び降りて、僕ちょうどこの窓のところで外を見ていたら、目の前を黒い大きな影がスーッと落ちてきました。僕の隣の部屋に住んでいた人でした。隣って？206室です。206室、僕の部屋じゃないですか。どうぞ気にしないでください。
偶然のことでしょうからね。大丈夫ですよ、僕は。平気ですよ。年々就職は困難になりますからね。あなた運が良かったんですよ。そういう事故で欠員が一人できたわけですからね。ここへ来たのは僕一人ですが、新入社員は10名でした。そうすると1年間に10人死んだわけですか。定年の人もあるでしょ。そうそう、定年がありますね。サラリさん、毎度すみませんがね、ちょっと醤油を切らしたもんで拝借できますか。あの人は千年細工に逃げられてまた独身寮に前戻ってきたんです。自分の部屋でこそこそ料理するのが楽しみらしいんです。サラリーマン娯楽が少ないからいい家庭を持たなきゃ惨めなもんですよ。僕は国に約束した女性がいるんですがね、経済的に自信がないから結婚できないんです。恋人を作るには金がいりますしね。金がなくても恋人は作れますよ。僕は3人持ってますよ。3人も。現在は手紙を交換してるだけですがね。手紙ね。そりゃ金がかからなくていいですね。サラリーさん、今週の週刊雑誌持ってたら貸してくれませんか。あの人は胸をやられましてね、休職期間が切れたので無理をして出勤してるんですがね、一旦同僚たちに遅れると永遠に追いつけませんのでね。週刊雑誌のクイズなどで一攫千金を夢見てるんですよ。サラリーマンは健康が第一です。まあ怠けず休まず働かずというサラリーマンの原則を守ってれば間違いないですな。僕は反対ですね、そういう態度。やる限りはやらなくちゃ。何をやりますか。いや、お客様ですか。日曜日でもどこと行って遊びに行くところはなくて退屈でね。僕おいとまします。いいじゃないですか。ゆっくりしててください。息子よ、たびたび手紙ありがとう。お前が毎日を正確に秩序正しく張り切って生活している様子が目に見えるようで、わしは大変喜んでいる。息子よ、これからわしが書くことに決して驚いてくれるな。最近わしの見るところではお母さんが発狂した様子だ。しかしおとなしい気違いだから別に案ずることはない。わしは家庭のことで息子のお前にまで心配をかけるようなことはしない方針だ。お前はお前でしっかりやってくれることを期待している。母が、僕の母が父からの手紙なんです。おりゃあ大変だ。すぐお帰りになった方がよろしい。でもまだ若かったんでしょう、お母さん。ご愁傷様ですね。いや、まだ死んでないんです。肉親の死亡した場合1週間の休暇をくれるんですがね。危篤の場合どうだったかしら。危篤だって人事課へ病名をはっきり書いて届ければ帰れるよ。病名をはっきり書かなくちゃいけないんですか。そういうことはうるさいんでね、この会社。いいんです、帰らなくても。風邪ひいただけなんですから。父は大げさなんですよ。どうも邪魔しました。僕なんかまずいこと言ったんでしょうか。
精神科馬場研究室の和紙波太郎です。僕が最適任者と思いますから推薦してください。本校の卒業生の諸井民夫という人の依頼なんだが、お母さんが発狂したらしいから、その原因並びに治療の方法を研究してくれる人がいないかというんだがね。いいです、やりましょう。月々2000円の金は僕のような貧乏学生にとって大金ですからね。他の研究生は余裕のある家庭の人間だから問題にしませんよ。こんなもの面白い研究課題じゃないですかねえ。やつらより早く博士論文にパスしてみせますよ。はい、馬場研究室です。え、文芸講論社。先生は今お留守です。おい、こんなことを申し上げては大変差し出がましいのですが、先生は最近大阪の方へ全然お出かけになりませんね。暇がないさ。講義は出なくちゃならん。研究生の相談には乗ってやらなきゃならん。自分の研究はある。さらに自分の病院の患者の面倒を見なきゃならんからね。大阪の病院でも困っておりましょうね。先生が顧問でいらっしゃいますから。顧問じゃないよ。大阪精神病院の名誉院長だよ、僕は。僕が代理で行ってきましょうか。馬鹿言っちゃいけない。君に何ができるかね。ねえ君、僕が君に雑用をしてもらっていくばっかの小遣いをあげているのは、君の境遇を知ってるから助けてあげてるつもりなのさ。特に君の腕を買ってるわけじゃないよ。分かってます。あ、そうだ、君行ってくれたまえ。行って溜まってる僕の俸給をもらってきてくれ。旅費がいただけますか。ありがとうございます。お待たせしました。わし波太郎さんですね。僕諸井です。お手紙いただいて感謝しました。来ていただけると思っていませんでした。お忙しそうで帰ってご迷惑でした。何、忙しくなんかないんですが暇がないんですよ。忙しくなくて暇がない。はあ、食わないうちにまた仕事です。5時に引けるんですが、もう一度お会いできますか。僕は時間に縛られてませんから、いつでも結構。そうですか、じゃあまた後で。すいませんね。いや、どうやらご案内すればいいんですけど。構わんですよ。僕は勉強に来たつもりなんですから。
どうぞお休みになってください。いや、どうも。随分本屋をあさって精神病の本を買い集めて読んだんですが、さっぱり分からなくてね。素人には無理ですよ。精神科といってもいろいろ分類はありますし、たとえ今ここで細かく説明したってとても分かりになるようなもんじゃありません。特効薬なんてものもありませんしね。これから発展していく部門だし、またそこがご相談に乗ってみようかという気にもなった点ですから。僕が家に帰れるといいのですが、なかなか帰れませんでしょ。僕がお宅へ参りましょう。どうせ途中ですから、あなたの代わりに行って差し上げます。僕の代わり？そうですね。ではこれは往復の汽車賃です。少なくてすいませんが。ありがとう。あなたより僕が参った方が実際的な話だしね。今少しくご病人のことを伺わせてください。父の手紙だけですから詳しいことは分かりませんが、何でもよく笑うそうです。笑う？母はどちらかといえば愚痴っぽい女性でしてね。それが近頃はことごとに笑う、あるいは微笑するらしいのですよ。自分の親父のことを褒めるのも変なものですが、父は大変意志強固な人間で、もちろん多少古風で封建的なところもありますが、純粋な立派な人間で僕は尊敬しています。羨ましい。僕は小さい時から孤児です。僕も朝が早いもんですから。どうぞどうぞ。医薬が一組しかないもんですから、すいませんね。今頃になってやっと寝台同士が来るんだから嫌なの。晩飯もろくに食いやしない。開業医は時間が不足で寝る間もなくて嫌だから、僕は金儲けにならないが、時間決めの工場医をわざわざ選んだのよ。これ以上何のことか起ころうのよ。担架を運び下ろすのを手伝ってくれる人以外はどいてください。僕はこの間やっと出てきた病院に入るんですよ、サラリーさん。急にぶったまれて急に活気することってあるんですかね。公認会計士の国家試験今年も落ちたんで、また徹夜で猛勉強してたんでしょう。バカな話だ。自分で怠けず休まず働かずだって言っておきながら、こっそり試験勉強なんかしてやがったんだら、立身出世主義なんて時代遅れなんだ。誰でも負けじ魂があるからね。僕は小さい時から隅っこの方へに押さえつけられて暮らしてきましたからね。圧縮されたエネルギーで三段跳びをやるつもりだ。三段跳びって？ホップステップジャンプ。知ってるでしょ。皆がバカみたいな顔をしてる絵を飛び越えて目的へ行き着くんだ。目的って何です？金と名声ですよ。案が甘いですね。僕の現在の本給は16,000円、オーバータイムが1ヶ月平均500円、そこから健康保険料300円、厚生年金250円、失業保険料150円、所得税1100円、社宅料500円の基本出費を引くと14,200円の手取り給料です。食費、足代、衣服費、小遣いを引いて4,000円残っていい方だ。これが現実なんだ。僕は現実の上に現実を重ねて頑張るだけだ。諦めじゃないんだ。諦めるようにしかできない世の中なんですからね。その中で自分を生かしていくことが大事なんだ。僕の持論なんだ。これが民夫が帰ってきてくれたのかと思ったら、
友達だなんてバカにしてるよ。めちゃくちゃですな、世の中は。末端現象にとらわれて道理が通らんというのは乱世の兆しです。ご存知でもありましょうが、駅前を左に入った大通りがまだ舗装されてないので、忍び環状を直ちに舗装ということになったが、水道管が今年中に敷設される計画があるので、せっかくきれいにした道路をまた掘るのは無駄だから、水道が入るまで待てばよいと提案したのに、本年度中に全予算を使わなければ来年度の割当てが削られるから無駄を承知で舗装するというのだ。みんなわしの言うことは正しいと認めてくれるのだけれども、ダメだと言うんですよ。この仕事を4期やってるわけだから16年ご奉公していることになるが、相変わらず秩序がない。情けないことだ。時計屋のほかに何をしていらっしゃるんですか？市会議員ですよ。どうしても担ぎ出されるので困ります。市会議員4期もなさっていらっしゃれば、ここでは顔役ですね。顔役とは不愉快な言葉ですね。失礼、有力者というつもりでした。有力者というようなものではないが、わしが清廉潔白の師であることは誰もが承知してるもんでね。お父さん、お紅茶を出ししようと思ったらまた柱にぶつかってお茶碗が壊れてしまった。廊下は暗いのがいけないんですよ。あれですよ、民生から何か聞かれましたか？あ、いいよいいよ、お母さん、瀬戸物はまた買えばよろしい。明かり窓もすぐつけるから心配するな。実はそのことで伺ったのです。僕は兵大の精神科の研究室にいますが、民生さんからのたってのご依頼なので、民生さんの代わりにご容体を見に上がったわけです。あの方が忙しいものですから。あれはなかなかしっかりした男でね。あなたもご親切な子ですな。とんでもない。民生さんはご存じないですが、僕は彼が在学中から彼には注目していました。立派な方でしたから目立つのです。それはどうもありがとう。お母さんのご容体は大体拝見しただけで分かりましたが、やはり一度専門医にお見せになった方がよろしいのです。ただこの専門医というやつなかなかおりませんのでね。この病気は、この町の病院には精神科がありますか？いえ、ありません。難しい病気はみんな東京へ参るようですな。それはいけませんね。ここは海岸にも近く、空気もいいし、こういうところこそ頭の弱い患者にとっては最適の土地です。ご存じないかもしれませんが、潜在的精神病患者、すなわち仮位精神病は案外多いのです。本人は無自覚でしょうがね。なるほど。そういえば今日の会議に出ていたやつなど皆怪しいな。かわいそうなんです、そういう人は。お茶碗壊してしまって、お紅茶が切れてしまって、お番茶で失礼いたします。精神病院といえば牢屋のように思って人は嫌いますが、明るい施設の備わった病院を作って、お腹が痛い時すぐ内科医へ行くように、ちょっと変だ眠れないなどという時には気軽に見てもらいに行けるような雰囲気の精神病院があれば随分助かる人も多いのです。ひどくならぬうちにですね。うん、秩序はまず人間の頭からですね。あなたは本当の意味での有力者でいらっしゃるのですから、そういう病院を作って多くの人を助けておあげになることができるのではありませんか？よく言ってくださった。学問のある方は志も大きい、いいご意見を得ました。極力頑張って病院の設立に尽くしますよ。僕も来年は博士になれると思いますから、必ずお手伝いに上がることを約束します。おお、
ってる現金いくらですか。2000円。50円いただきます。いらっしゃい。おじさん、待ったの。待たって、また挨拶の次ですか。ダメですよ、もう。見てごらんなさい。次当てるとこはないでしょ。これ以上当てたら雑巾みたいになっちまいますよ。いいんだよ。わからないお人だね、あんたも。そうそう、背広できてます。着てみますか。うん。物を大事にするのも結構ですがな。せっかく洋服も新調したんだから、ワイシャツも一枚新調したらどうですかね。500円も出してくだされば丈夫なやつをお作りしますがね。背広だけは必要なんだ、サラリーマンにはね。背広さえあれば下はどうにでもごまかせる。10ヶ月払いでいいんだね。しばらくだったわね。どう、元気？よく来たね、イキさん。旅行なの？ゆっくりしてけんの？関西は初めてでしょ。暇があったら僕どこへでも案内してあげられるんだわな。急ぐことないわよ。モロちゃんのお休みの日にゆっくり見物させてもらうから。第一、見物なんかどうだっていいのよ。私、モロちゃんのところしか来るところなかったんです。県の財政が縮小したので、私の学校の職員も整理されて、私、クビになったの。一旦クビになると新しく職を探すのはとても難しいのね。女は特に。だから私、その点をモロちゃんになら利用させてあげてもいいと思って来たのよ。どの点？私が女であるって点よ。結婚しようっていうの？俗世間的に言えばそういうことになるけど、私は職業だとか結婚だとか愛だとかを分けて考えたくないのよ。みんな生きることだと思うのよ。僕もそう思うな。僕もそう思ってるんだ。どうしたの、変な顔して。会社で何かあったの？何でもないさ。分かりきったことなんだ。ここは独身寮なんだよ。結婚したら住めないっていうだけのことなんだ。家族持ちの社員の寮だってあるんでしょ。あるんだけど満員なんだ。どっかの2階借りてもいいのよ、私。だけど給料が足りないんじゃないかと思うんだよ。じゃあ、モロちゃんは結婚したくないっていうのね。僕はしてもいいんだよ。だが僕はその他にも出費が毎月あるんだ。分かったわ。どうすんの？帰るわ。いいじゃないか、ゆっくりしてっても。独身寮じゃ女の人を止めるわけにもいかないが、管理人頼んで何とかしてもらうよ。2、3日ぐらい。私、無理はしたくないのよ。無理は間違いのもとだから。一旦間違ったところでスタートして、そのままズルズルべったりになるなんてことしたくないわ。僕だっていずれ結婚しなくちゃならないんだ。だから君と結婚してもいいんだ。でも今は無理なんでしょ。今はダメだ。だから帰るのよ。さよなら。元気でね。僕送ってくよ。ずいぶん人が歩いてるわね。みんなただ歩いてるんだよ。
誰も買ってないわね。そうなんだ。ずいぶん張り付けたね。ひどく腫れてるよ。痛かったでしょ。寮の階段が急なもんですからね。歯の方は最近どうかね。最近は痛まなくなりましたよ。僕の思った通りだ。これね、神経痛の症状には違いないが、神経痛じゃないね、音のせいだよ。機械の音の症状が上から下へずっと移ったんだね。歯から痛いですか。そう、しばらく休むんだね。君が休んだからってビールができないわけじゃないし、機械が動いてりゃ会社は困らない。工場員のくせにあなたは何にも知らないんだな。僕ら機械の一部分みたいなもんですからね。機械が動いてる間休めないようにできてるんですよ。気の毒にね。神経痛によく効く注射があるんだが。打ってください。君に効くかどうかわからんからね。まあいい、やってみますか。もう一本しかないのか。みんなよく打ってね。さあ、うっ伏せになって。ズボンをずらして。お尻を出して。しょうがないね、今頃叩き起こされちゃ。僕は医者など呼ばなかった。君が呼ばなくたって他の人が呼ぶさ。そんな大きな胸で言わないちゃ。うなってると楽なんだ。痛みが薄れるような気がして。ひどい熱だ。寒気がする。尻が痛い。ちょっと拝見しましょう。よう、ひどくありましたね。僕が注射を打ったところ。時々あるんだよ、こういうことが。薬が発達しにたんだね。膝はどうです。膝、膝を曲げたり伸ばした人が。よいしょ。痛くない。ほう、治りましたか。効くね、あの薬は。しかし尻がこんなに腫れるとはね。研究してみる必要がある。早く痛みを止めてください。そっちの尻を出しなさい。注射だ。また注射ですか。可能を防ぐ注射だよ。
お母さん、どうしてここへ。あなたは吉。お前もずいぶん苦労したと見えて、頭が真っ白になってしまったね。そうですか。いえ、お母さんには真っ白に見えるんでしょうからね。そうです、真っ白です。静かに落ち着いてください。僕は落ち着いてますから、何事が起こっても平気です。どうしても民生に知ってもらわねばならぬことができたんだよ。お父さんが発狂されたのでね。分かってます、分かってます。気違いになった人は自分は正気で、他人の方が気違いに見えるそうですからね。そうですよ民生、お父さんは私のことを気違いだっていうの。私もずいぶん苦しい目に遭ってきた。一番最初はお前のすぐ上の兄さんが6つの時疫痢で一晩のうちに死んだこと、2番目は長男が戦死したこと、3人兄弟の一番下のお前だけが残ってくれたのに、お前があんまり偉いからめったに会うこともできない、つい愚痴っぽい女になってしまってね。これではいけないとある時ふと考えてね、それからは辛いことがあるたびに笑うことにしたんです。最初のうちはかえって辛かったけど、近頃はだんだん上手になってね。お父さんが精神病院に入れられてしまった時も笑顔でいることができました。お父さんが精神病院へ、だって治った、治ってる。痛くない、どうも痛くない。民生、落ち着きなさい。お母さんがついてます。白方、僕の頭は真っ白だ。民生はまだ若いんだから、白髪なんてすぐ治るよ。お母さん、気違いは一体誰なんです。お父さんですか、お母さんですか、僕ですか。
うちへ帰りましょう。僕らこの目で見なくちゃ何も信用できない。ここにいる人たちはわし以外は気違いなんだが、みんな気持ちのいい人間ばかりなんだよ。わしが役所でするような演説を打つとな、みんな心から賛成してくれるよ。道路改装の件、無料宿泊所建設の件、お前お母さんに会ったかい？はあ。変だろ、完全にこれなんだよ。こういう入っていれば世間のバカ者たちと付き合わなくて済むからと、わしがいくら勧めてもわからんのじゃよ。どう気分は元気かね？だいぶ脈拍がない。今日はだいぶ悪化してるね。カルテがわからないんです先生。自分の名前わかりますか？なんていう名前か覚えてます？僕見舞い人です。ダメじゃないか。僕は忙しいんだからね。見舞い人は一目で分かるようにしとかなくちゃダメだと言ってあるだろ。頭悪いね君たちは。次。一つお前からよく言って聞かせてもらいたいな。お前も会社へ勤めてるので暇がないだろうが、なるべくここへ入るようにした方がいい。お前がここへ来てもわしの息子だと言って威張ってはいかん。わしはエコひいきはない。不正なことは大嫌いだ。ここには秩序がある。万事正確だ。何しろ毎日のおかずが同じなんだからね。すまんすまん、忙しくてね、すっかりお待たせしちゃって。僕もぜひ君に会いたいと思ってたんだ。君がお父さんのお見舞いに来てるって聞いたもんだからね。君、これは一体どうしたわけなんだ？どの病室も満員なんでね、全く申し訳ない。いろいろ話がたまってるんだ。とにかくここを出よう。ああ、いいと思う。すぐ施工にかかるはずだから年内には完成する。完成次第君のお父さんをこの病院へ移すつもりだよ。なんといっても君のお父さんがこの病院を建てるために一番尽力してくださったんだから、第一号患者として迎えるよ。厚労者だから入院費ももちろん免除です。君は一体何者だ？兵大の精神科の研究生じゃなかったのか？おかげさまでね、この春博士論文にパスしましてね。だからこのことも学校の中じゃ話せないんだよ。何しろ足を引っ張るやつが多くてね。病院が完成して僕が赴任する段取りになるまで絶対に秘密にしておかなくちゃならんのだよ。君もそのつもりでいてください。僕は君に母の病状の研究と究明を依頼したはずだ。やったよそれは。その結果精神に異常をきたしたのは君のお父さんの方だということが分かってきたんだよ。親父は気違いじゃないよ。少しぐらい変なことを言うけれど、決して根本的には間違ってない。完全なパラノイアさ。常識で考えたってわかるだろ。正気の人間がどうして精神病院なんかに入りたがるものか。お父さん喜んで入ってるんだ。絶対に出たがらない。それはね、父が正しすぎて世の中の方が変だからだ。君ちょっと。何をするんだ。君も少し怪しいのかと思って診察したんだ。バカにすんな。あまり真っ当なことを思い詰めると変にならざるを得ないからね、最近は。僕は親父と違うさ。世の中がおかしいことぐらい百も承知なんだから。覚悟の前なのさ。それなら大丈夫だけどね。君のお父さん乱視だったんだね最近。30年来絶対に自信を持ってた時計職人としての腕が目が悪いためにダメになったのがショックで、それが直接の原因なんだ。サラリーマンの僕にとって月々2000円の出費がどんなに大きいものか君には分かってないんだ。分かってるよ。その2000円の金を僕が最も有効に使ったんだ。博士にもなった。病院も建てた。君は仮説的に社会に奉仕できた。君は僕から金を取っておきながら親父が小田原で有力なのを利用して病院なんか建てた試合したんだ。チャンスを利用するのがどうしてあれ。僕は人生を三段跳びでやってみせると言ったろ。着々と実行してるだけで。僕は最初からこの病院の院長になれやしない。だけど僕と君のお父さんで建てた病院だからね、院長だって僕には頭が上がらないよ。いずれ近い将来僕は院長になれると思うよ。なってみせるさ。三段跳びだ。見ていたまえ。ホップステップジャンプ。
わし君、わし君。気づきになりましたか。ここはどこですか。兵大の附属病院です。病院。黒くなった。精神に十分休養を与えたからです。あいつはどうなったんですか。わしはお亡くなりになりました。あなたは電柱で頭を打たれて、そのままずっと31日間失神状態でいらしたので、私ども悪低音療法を試みまして。31日間。今日を入れると32日間です。僕は3日間の休暇届しか出してこなかった。どうして起こしてくれなかったんだ。あなたは生と死の間をさまよっておられました。私どもの適切な処置がなければ遠の昔に死んでおられた方です。お聞きするほどお気の毒な話です。私でできることなら何とかしたいとは思いますが、何しろ会社の機構がそうなっておりますでしょ。正当な理由なくして無届け欠勤、引き続き1週間を超えた時には賃金停止、すなわちこの会社では解雇ということですね。入社の時の講習でお聞きになりませんでしたか。知っています。やむを得ず本社に報告しましたので、どうか気を悪くなさらずに。わかりました。会計課に先月分の月給と退職金が用意してあるはずですから、お受け取りください。そうですか。は？そうですか。このめでたき日に、我が平和大学積年の願望であった大講堂の新築落成が間に合って、ここに多数の来賓並びに教授諸子列席のもとに諸君の卒業式を挙行できたことは、私の中心の喜悦であります。新しき人生の門出を新しき建物において祝う本日ほどふさわしい祝典はまたとないであろうと考えるゆえんであります。この人生の峠とも言うべき日にあたって、諸君の生まれてから今日までの出来事を思い、感謝の念を新たにするとともに、これからの人生を展望して王の胸を張るは良きことであります。我が兵隊においてさえ今年の卒業生の就職状態は 83% なんてね。昨年よりはいくらがいいんです。大変お気の毒なんですがね、3年前の卒業生まではとてもとてもね。失礼しました。いや、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。こんなところに野球の道具を置いとくのはいけないんですよ。大丈夫です。危ないと思ったんだ。昼休みにキャッチボールやったんですがね、あんたって昨日やったんじゃないですか。大丈夫です。ボールを落っこっていただけですよ。きちんと片しておかないから。僕の責任じゃないですよ。そんなことじゃないよ。キャッチボールをですね、道具をですね、こんなとこにですね、いいじゃないですよ。あんたがですね。さあ並んで並んで、
一列に並んでくださいよ。道の片側にずっと並んで、車や通行人の邪魔になるからね。おい、そこ出っ張っちゃいかん。引っ込んで引っ込んで。モロイさん、どうにもしょうがないんだな。5人募集するのにこんなに集まっちゃうんだからね。だから君の顔でなんとかならないの？ダメダメ、僕は去年やっとこそ入れてもらったばかりですよ。言っちゃ悪いけど、一流大学でなんて必要じゃないですよ。うちみたいなちっちゃな町工場じゃね。おばあさん、君喧嘩していかん。さあ、一列に並んで。イキさん、モロちゃん、何してるのこんなところで。しばらくだね。その元気？いつ東京へ出てきたの？尼崎にいるんだとばかり思ってた。ダメなのさ、ちょっと若がってクビになってしまった。新しい勤め口をずいぶん探して歩いたんだけど、なかなかないだろ。やんなっちゃった。近頃じゃ毎日ここへ日産さ。どうして今まで会わなかったのかしら。私も毎日ここへ職をもらいに来てたの。君も？君はあれ以来ずっと失業だったの？失業ってわけじゃないけど、ちょっと訳があってね。どんな訳？13番の窓口へ来てください。83番。あ、僕だ。ちょっと行ってくる。110番の方、4番の窓口へ来てください。イキさん、勤め口があったよ。現実を直視して頑張るとこの通りさ。決して嫌になったりしちゃダメなんだよ、君。よかったね。どこの会社？今度会社じゃない、学校だ。小学校の小遣いだよ。小学校の小遣い。僕ね、履歴書に大学卒業って書かなかったんだ。邪魔なんだよ、あれがあると。せっかく兵大卒業してんのに学歴まで隠して小遣いになるなんて。僕は平気だよ。小学校の小遣いだって立派なサラリーマンなんだよ。初任給は7000円だけど、20年勤めると年俸で約250万、年2回のボーナスを加算すると320万。恩給だってつくんだからね。君みたいな人がそばにいてくれたら元気100倍だよ。やっていけると思うんだ。結婚してくれないか？私結婚してるの。私の夫も小遣いよ。小遣い？どうしてそんなひどいことしちゃったんだ。ひどいことじゃないわ。仕方がないじゃないの。食べていけないんだもん。待っててくれたらよかったんだ。せっかく僕も君の夫と同じ小遣いになったんじゃないか。同じ職業だなんて、モロちゃんとは縁があんの。そうだよ、僕はきっと君と結婚するはずだったんだよ。私やっぱりモロちゃん愛してたのね。206番の方、19番の窓口へ来てください。206番、私です。共稼ぎしなきゃやっていけないのよ。45番の方、私行くわ。元気でね。モロちゃんも元気でね。ご苦労さんです。わしがおめえ様の代わりに今度新しく小遣いになったもんでございます。すまんこです。お気の毒なこです。私らでさえ師範しか出ておらんのに、小遣いのあんたが兵隊ででは規律が保てんのでな。なんでまた
学歴を偽ったりしたですか。お母さんも一緒のことだし、小遣い室を明け渡してくれとは全く言いにくいんじゃが、新しい小遣いも来たのでな、やっぱり明け渡してもらわんと規律が保てんのでな。校長は君のことを大変気の毒がっていらっしゃるんですよ。どうぞご心配なく。小遣い室の裏に小さな空き地がありますね。あそこに家を建てちゃいましてね、今朝引っ越しました。小遣い室の裏って、あの臭いところへ帰る。声だめのある。僕が調査したところによりますと、校長先生の息子さんは3年間も浪人なすってるし、教頭の息子さんも来年は高校を卒業です。僕に任せてください。確実に大学に入学させてあげます。僕が兵大出であることは先生方が調べ上げてくださった通り絶対間違いのないことです。僕は明日から受験塾を開きますから、どうぞ息子さんたちをよこしてください。ほっといてくださいお母さん、僕がやるから。お前と一緒に来てよかったよ。お父さんがいつも言ってたように、お前が本当にしっかりしてるから、お前と一緒にいるとお母さんは安心ですよ。お父さんが早く良くなってここに来られるといいがね。お母さん、現在は生徒はたった2人だけどね、そのうちにすぐ増えますからね。1人の月謝は500円でも、10人で5000円、20人になれば1万円、100人だと5万円だ。このうちはどんどん拡張しましょう。未来は2階建てにしますよ。時々突風が起こるのは当然なんだ。覚悟の前ですよ。ただいまから入学式を挙行いたします。校長式辞。皆さん、まずおめでとうと言わせていただく。皆さんは今日からこの学校の1年生になりましたね。先生たちと一緒にうんと勉強をして立派な人になりましょう。勉強するのはいいことなのです。いくらでも上の学校があるのですよ。小学校の次は中学、それから高校、それから大学。皆さんの前途は実に揚々たるものです。